それでは定刻になりましたので集会を始めていきたいと思います。取り戻そう生活時間と安定雇用許すな雇用破壊 5.14 アクションを開催したいと思います。本日の集会の司会を務めさせていただきます、日本労働弁護団事務局長の菅俊二と、同じく日本労働弁護団の事務局次長を務めております弁護士の新村京子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは司会者を代表いたしまして、日本労働弁護団の会長深井義明より、まず開会の挨拶をさせていただきます。開会の挨拶一言申し上げます。本日は、急遽私たちの呼びかけに答えていただきまして、多くの人たちの参加いただき本当に心から感謝を申し上げます。被害者での集会という大それた無謀な企画をしたわけでありますが、私たち5団体の思いは共通であります。こんなひどい法案を通してはいけない、通させるわけにはいかないという思いであります。派遣法案でありますが、これはまさに派遣労働全面解禁法案であります。1985年に派遣法ができ、一部業務が緩和されたので解放されました。それから30年、今まさに派遣労働の全面解禁という事態になっております。派遣労働という不安定で権利行使も抑制される、労働条件も悪い、そういう働き方が一般化されていくということについて、私たちはどうしても許すわけにはまいりません。断固としてこの法案は3度目の廃案をですね、実現しないといけないということを決意して思います。もう一つ労働時間法制でありますが、この労働時間法制も新しく労働時間法制の適用除外制度を設ける、それと裁量みなし労働制度の対象範囲を拡大するということでありますので、どんな不適切を言ったとしても、これは今の長時間活動労働の公認であり、女性これを助長する、それ以外に何者でもありません。この本質を私たちはよく多くの労働者に訴え、本質を理解してもらい、反対の声を国会、今まさに正念場でありますけれども、国会に集中させないといけないと思います。ここに集められた全国各地の皆さんの熱い視線と決意、怒り、それをこれから5月、6月、7月と結集して、そして早めに実現していこうじゃありませんか。ぜひこの集会がその一つのバネになることを期待いたしまして、会長としての挨拶をさせていただきます。どうもありがとうございました。それでは続きまして、情勢報告です。労働法制改悪組織東総本部長の夏目一郎弁護士よりよろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。今日は全国からですね、この日比谷の地に集まっていただき、本当に感激しています。ありがとうございます。皆さんの力があればですね、一致団結して、オールジャパンユニオンで、この法案は、この悪法は倒せると、私は今日確信しました。皆さんと共にですね、今日、この集会を成功させ、国会成果でも行き、絶対断固、この2つの悪法を阻止していこうということを決意を改めて固めさせていただきたいと思います。私の方から、情勢報告ですけれども、すでに5月12日に、派遣法の改悪法案が、審議入りしております。これは本当に3度目になるわけで、去年2回、通常国会と臨時国会で廃案に追い込みました。今年、今回、何が何でも通すと向こうは言ってますが、それは10月1日で、違法みなしの派遣のですね、制度の施行が始まるからであります。これを何とか回避しよう、期間制限を撤廃して、この違法みなしの適用を回避しようと、業界、政府は焦っております。
ここで踏ん張れば、この派遣法の改悪を阻止できれば、ここで踏ん張ることができれば、次の労基法の改正、そしてしかるべく金銭解消制度、解雇の自由化法案を阻止していくことができるというふうに確信しています。審議は、明日本格的に始まってですね、金曜日、これから水曜日というふうに、毎週2回ずつ公務委員会で衆議院に行っていかれるということですが、与党の方はですね、もう去年2回もやったんだからもう審議しなくてもいいじゃないかと、採決させてくれとふざけたことを言っているようです。そのようなことをさせないために今日ここに皆さんと共に結集してですね、国会に請願状をかけていきたいというふうに思いますので、共に皆さんと共にですね、派遣法の審議を、もうストップさせて、採決させない、そういう戦いを取り組んでいきたいというふうに思います。次に、ホワイトカラーエクゼンプションと、それから裁量労働制の2つを拡大させていこうという労基法の改悪が待っています。与党の方はですね、政府の方は安保法制が議論が始まりありますので、なんとか5月もしくは6月頭ぐらいにですね、この2つを挙げてしまって、安保法制の方に全力を尽くしたいという腹のようですが、そういうことをさせてはなりません。この労基法の改正法案もですね、一言で言えば、今ある労働時間の規制、法定労働時間制、これ世界共通ルールですよね。でこの法定労働時間規制をですね、撤廃するという、風穴を開けるという、看板規制に風穴を開けるという、まさにそういう改正なんです。労働時間法制の時間、法定労働時間によって守られている労働者の命と健康、生活の時間、社会的政治的な自由の時間、これを奪おうという法案です。ことの本質は残業代ゼロになるのではありません。もちろん残業代も大切ですが、そういう労働者の生活時間、政治の時間、社会的な時間、家庭の時間、これを奪ってしまおうという法案ですから、断固として阻止しなければいけません。皆さんと共に戦っていきたいというふうに思います。そして最後はですね、政府を狙っているのは、もう調査を始めています。もう 大体のところの法案の中身を固めようとしています。解雇の自由化法案です。これを今年の、労政審で、始めて議論を始めて、来年の通常国会で挙げるというふうなことを言っています。この3つの法案、悪法をですね、何としても止めなければなりませんし、最初の戦いがここから始まるというふうに、規定していきたいというふうに思います。皆さんと共に、まず派遣法の成立を阻止し、労基法改正の成立を阻止し、断固として安倍政権のやろうとしていることを阻止し、そして倒していこうじゃありませんか。皆さん共に戦いましょう。各団体の挨拶に移りたいと思います。まず最初に、過労死弁護団全国連絡会議の幹事長、川木人博弁護士、それから、全国過労死を考える家族の会代表の、寺西恵美子さん、よろしくお願いいたします。過労死弁護団の川木と申します。日本で大きな社会問題として過労死が取り上げられるようになってから30年になろうとしております。この長きにわたって過労死が続発している状況を変えたいと考え、昨年多くの国民の力を結集して過労死防止法という法律を超党派の議員の力で成立させることができました。しかしながら今回の労働基準法の改悪は過労死を防止するどころか、全く逆に過労死を一層促進させるものと言わざるを得ません。私たちはこの法案に断固反対し、全国の過労死のご家族と連帯して戦っています。
最後まで頑張りましょう。全国過労死を考える家族の会代表の寺西恵美子と申します。私たちの過労死の家族の会には全国のたくさんの働きすぎで被災したご遺族がたくさん集まっていらっしゃいます。私自身も19年前に夫を長時間労働、ひどいハラスメントを負って過労自殺をした遺族であります。夫は労働基準法、そして労働者を守る法律、何も守らないそうした会社で年間4000時間という労働に耐えて過労死をいたしました。このような働く社会でこういうひどい会社がたくさん日本にあって放置されているのが現実です。報道でご存知のように昨年6月過労死防止法が全会派一致で成立いたしました。過労死防止の国の責務として明記した画期的な内容で歴史的な一歩を踏み出したところであります。一方で政府は過労死防止法が成立した4日後の日本最高戦略2014というのを閣議決定し、新たな労働時間を設定いたしました。夫の働き方を見て思うのは、成果を得るために計り知れない長時間労働が課せられるということです。私たちは新しい制度を導入する前に労働時間の条件を設けることを優先としたことをすべきと考えているところです。時間外労働が労働時間の認定基準となる月100時間以上を超えても違法にならない、このような日本の働く社会は異常としか言えません。今の残業代ゼロ法案は私たちが推進する過労死防止法に逆行するものであると考えます。近年は入社数ヶ月で過労自死したという息子さんを持った親御さんが相談に来られます。また幼い子を抱えた奥様がご主人を亡くされた相談に訪れられます。これ以上悲惨な思いをする遺族を作らないために、残業代ゼロではなくて過労死ゼロにしようではありませんか。私たちはこの法案を必ず廃案に追い込み、そして命が守られるそうした社会の実現を願って、これからも活動いく所存であります。皆さんともに頑張りましょう。法案であります。まず派遣法の解約法案ですが、
昨年もこれも先ほど触れられましたが、昨年の国会で2度廃案になったにもかかわらず、政府はまたも国会に提出をしてまいりました。しかし今回の法案も労働者保護の大幅な後退を招く改悪法案であるということに変わりはありません。そもそも雇用の原則は期間の定めのない直接雇用であるべきです。政府がすべきことは生涯派遣を生み出すのではなく、派遣という働き方は臨時的一時的なものにとどめた上で、より安定した正社員へと移行できるように後押しをすることだというふうに考えます。派遣で働く皆さんは給料が上がらないし、ボーナスも出ない、雇用不安で結婚もできないといった切実な課題を抱えておられます。生涯派遣で低賃金といった多くの労働者が派遣労働から抜け出せなくなる仕組みは許さない、このことを会場の皆さんと共に共有をしたいと思います。ありがとうございます。また今国会には長時間労働を助長する労基法の改悪法案も提出されています。言うまでもなく、日本で長時間労働が常態化している原因は労基法に実効ある長時間労働の抑止策が設けられていないことにあります。その解決のための答えは、労働時間の量的上限規制や勤務間インターバル規制といった長時間労働抑止策をしっかりと導入することにあります。しかし今回の改正改悪法案は、そうした働きすぎ防止策は盛り込まれず、それどころか働く者をより一層長時間労働へと追いやり、裁量労働制を拡大し、ホワイトカラーエグゼンプションを導入しようとしています。連合もしっかりこの国会で廃案へと導くべく取り組んでまいりたいと思います。皆様方と共に頑張ってまいりたいと思います。共に頑張りましょう。続きまして、派遣労働ネットワークの理事長の中野真美弁護士にご挨拶をいただきます。よろしくお願いいたします。
短期で使い捨てしてどんどん人を入れ替えることで成り立っています。期間制限をなくせば細切れ雇用がなくなるというのは嘘です。法案見直しで教育訓練が受けられるとか、正社員化が進むとか、均等待遇に近づくというのも嘘です。なぜなら正社員化も教育訓練も均等待遇も差別や暴力からの救済も何一つの労働者としての権利が保障されていないからです。物のように買い叩かれて働いても働いても貧しくなるだけで、未来にとても展望が持てないような働き方はこれ以上広がることを許せません。生きるために死ぬほど長時間働かせられるような労働時間の規制緩和は、そうした制度や社会を変える市民的、政治的な行動の自由さえ剥奪するものです。その行き着く先は、恐怖と欠乏、貧困から逃れて平和に生きる権利を保障するとした平和憲法の規定、戦争への道でしかないのではないでしょうか。私たちはもっと働く人や子どもたちを大事にできる制度の実現を求めます。嘘で騙して、与党の数に頼んで、普遍的な人権や平和をなくしてしまうような恥ずかしい制度には、政治には、ノーを突きつけたいと思います。共に戦う決意をここに表明する私の挨拶を返させていただきます。ありがとうございます。企業対策プロジェクトより共同代表の今野葉月様、よろしくお願いいたします。皆さん、こんばんは。私たちはブラック企業対策プロジェクトという団体です。私はその代表を務めております。ブラック企業は若者を使い潰す問題として今大変大きな社会問題になっております。ブラック企業では残業代を支払わず、そして無限のノルマを課して若者が死ぬまで、あるいはうつ病にかかるまで働かせる、こういうことを繰り返してまいりました。あるいはですね、あなたは幹部社員であるとか、あるいは大量労働制だから残業代は出ないのである、このようなことを巧みに言って、そして若者を過酷な労働に駆り立てる、そのようなことを繰り返してきたわけであります。その結果、今若者の間でうつ病が蔓延しております。それから、このような働き方、長時間労働、死ぬまで働く、こういうことを繰り返される結果、少子化が進んでいく、さらには、うつ病が蔓延することで、医療費が増加をする、このままこういう過重労働を看過していたのでは、日本が滅びる、こういう問題であったわけです。だからこそ、政府自身もですね、このブラック企業を対策しなければならない、このように言ってきたわけです。しかし、なぜブラック企業が問題になっているときに、ブラック企業を促進する法律を作らなければならないのか、全く理解できません。私はこれまでずっとブラック企業の実情を告発してきました。そしてさまざまな仲間と共に運動を展開してきましたけれども、この事実、この問題をこれほど全く無視をして、このような法律を作ろうとするということは許すことができません。ただですね、ここで負けてしまうわけにはいけませんから、何としてもこの法律を止めて、そしてブラック企業を日本からなくしていく、こういうことを皆さんと実現したいというふうに思います。ありがとうございます。本日お配りのお配りさせていただいた資料の中に、ブラック法案によろしくという資料が入っております。これはブラック企業対策プロジェクトの皆さんと私ども協力して作りました。そして舞台の右の方にですね、スクリーンがありますけれども、これはビデオになっています。弁護士がナレーションをしています。ぜひご覧になっていらっしゃらない方はご覧いただいて、またネットでも見られますので、友人の方、職場の皆さんに、それからご家族に広げていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。すいません、お待たせしました。続きまして、改正生活時間プロジェクトの発起人の一人でいらっしゃいます阿久津由美子弁護士、よろしくお願いいたします。同志の皆様、こんばんは。私はなぜこの発起人になったかというところをですね、私の家族を具体例にとって少しお話をさせていただきたいと思います。
私には9歳と1歳の子供、そして深夜2、3時帰りが常態化している夫がおります。長男の時はもうパパは諦めようと2人で本当に二人三脚でやってまいりました。その後3回の流産を経て次男を授かりました。長男の時よりもさらに長時間労働はひどくなり、もっぱら私がお迎えをせざるを得なくなりました。我慢強かった長男がある時泣きました。私はマタハラネットのサポーターとして大変やりがいを持って弁護士をやってまいりましたが、ママは弁護士を諦めようかなと長男に言いました。そうしたら長男はですね、もったいないよママ、かっこいい仕事だから頑張ってというふうに言ってくれて、なんとかヘロヘロになりながら今があります。もし夫は今裁量労働制にされています。しかし呼ばれ環境が続いております。もし夫がコートプロと対象となれば、その深夜2、3時という歯止めもなくなり、24時間働かせ放題になることは間違いありません。残業代の不払いだけではありません。夫の健康、そしてパパとの時間、パートナーである私の仕事の時間、そして仕事をせざるを得ない睡眠時間を削るその健康の時間、全てをその労働者だというところで削られなければならないのでしょうか。私は労働者は労働者である前に生活者であると思います。そして育児をしながら感じたところは、やはり育児のコアタイム、生活のコアタイム、ここは何としても譲ってはならない。労働時間の規制ということではなくて、生活時間がどうあるべきか、それによって労働時間はどうあるべきか、そういうところから出発したいと思い、この発起になりました。皆様、さまざまな立場でこの問題に取り組んでいただけると思っています。私もですね、短時間でありながらですね、いろんなダイバーシティの方々を巻き込んで、問題提起をさせていただいています。ぜひ、皆さんもですね、将来の子どもたち、今の労働者の職場は皆さんの肩にかかっています。ぜひ、共に頑張ってまいりましょう。よろしくお願いします。返す生活時間プロジェクトは今回チラシを入れさせていただいておりますので、これからいろんな企画がなされると思います。Facebook 等に登録していただいて参加いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。では続きまして、次のご挨拶ご紹介させていただきます。全国労働組合連絡協議会の議長でいらっしゃる金沢久志様、よろしくお願いいたします。ご紹介いただきました全国の花尾と申します。本年の189国会には70何本かの法案が提出されているということですけれども、今日今頃例のいわゆる安保法制戦争法案が閣議決定をされて、もしかしたら記者会見をされているのではないかというふうに思います。でそして今日のテーマであります本国会での労働法制の大改悪、ご報告がありましたように、この一つ一つを成立をさせてしまったら、私たちのやる労働者は文字通り資本の企業の奴隷になってしまうという、そういうことだというふうに思います。そして戦争法案との関係ですけれども、私は成長戦略に言われている、いわばスローガンとも言うべき、日本が世界で一番企業活動がしやすい国にしようという、あれにポイントがあると思います。労働法制もそうだと思います。そして日本がというふうになっていますけれども、日本の内外のことについて特に触れているというふうに思いませんので、
外に向かっては日本の企業が世界で一番活躍しやすい、そうした方針というものが今言われている、いわゆる安全保障の全面的な見直し改革だというふうに思います。こうした2つの戦いを同時に戦わない限り、私たち労働者の生活、労働は守られないのだというふうに思います。皆さんとはこれまでも力を合わせて戦ってきましたけれども、これからおそらく9番の頃まで国会が続くのではないかというふうに言われていますけれども、早い時期に労働者市民の力を総結集をして、安倍政権打倒のために私たちも戦っていきたいというふうに思います。決意を述べて連帯のご挨拶をします。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、全国労働組合総連合の議長、小田川義和様、ご挨拶よろしくお願いいたします。ご紹介いただきました全国労働組合総連合天皇連の小田川と申します。労働団体揃って発言できる機会をいただいた労働メンバーに最新に感謝を申し上げると同時に、本日集会に参加された皆さんの力を合わせて奮闘する決意を述べたいと思います。一昨日、塩崎厚生労働大臣は派遣で働くことも一つに選択にとか、10月以前に成立をさせなければ、こういう趣旨の発言をまた行ったようです。塩崎大臣はご承知のように残業代ゼロ法案について小さく産んで大きく育てる、このことを示唆する発言、経営者と約束するなど、誰のための労働法制大改革であるのか、その成立を目指しているのか隠そうとしていないと思います。私はこういった一連の大臣発言に怒らなければ、労働組合の流すたる、その思い強くして戦いを強めたいと決意をしています。派遣労働はどのように予想とも金上げ労働であり、労働者供給事業であり、労働者を商品化して賃下げ競争を競わせる仕組みにもかならないと思います。このような働き方を選択肢にする政策、基本的人権尊重の憲法の理念にも基づくと思います。裁量労働制もプロフェッショナル労働時間制も残業代すら払わずに際限なく働かせる、これを可能にする仕組みであって、最低労働基準に値しないと思います。この点で労働法制改悪の阻止の戦いは憲法を守り生かし、労働者と労働組合の権利実現の障害を取り除く運動ではないでしょうか。先ほど安倍首相は記者会見を行って戦争する国日本への転換に触れました。労働者を使い捨てにする国にも戦争する国にもさせない、この構えで安倍構想政治ストップの国民の皆さんの運動とも固く結んで戦いの決意、全労連としての決意を申し上げて発言とします。ありがとうございます。皆様ご挨拶ありがとうございました。それでは集会のアピールの採択の方に移りたいと思います。お手元の資料というかプラカードですね、この裏に、アピールの文案が書かれておりますので、お手元にご用意をお願いをいたします。私の方で今からアピールを読み上げさせていただきます。アピールが終わりましたら、採択の印にですね、このアピールの裏側のこの青色を皆さんに一斉に掲げていただきたいと思っておりますので、皆さんお手元にこれご用意いただいてよろしいでしょうか。厚生労働省にも見えるように高く掲げてくださいね。じゃあ私の方でアピール読ませていただきます。取り戻そう生活時間と安定雇用、許すな雇用破壊、 5.14 アクションアピール。安倍政権は世界で一番企業が活躍しやすい国を作るとして、今国会に労働者の保護を根底から覆す2つの法案を上呈した。労働者派遣法改正案は正門26業務の枠を取り払い、
無期雇用派遣であれば同じ人を永久に、有期雇用派遣でも労働組合などの意見を聞けば派遣労働を伝え続けることができ、派遣先の部署を変えれば同じ派遣労働者を延々と使い続けることができるようになる。この改正案は正社員になる道を閉ざすものである。しかも均等待遇を実現する規定もない。また労働基準法改正案は企画業務型採用労働制を営業職、仲張管理職の分野で大幅に拡大し、また高度プロフェッショナル制度なる信号を作り出して、該当者には深夜労働規制、1日8時間労働規制などの適用を除外するものである。政府や一部マスコミはこれを時間ではなく成果に応じて賃金を決める制度などと宣伝しているが、法案には成果に応じて賃金を決めることに忘れた部分は一言もない。こんな法案を通してしまっては、不安定低賃金の派遣労働をはびこらせ、労働者を生涯派遣に縛りつけ、日本社会を蔓延する長時間労働をさらに助長させ、過労死過労物を拡大し、若者を食い物にするブラック企業を規制する法律自体が弱まり、ブラック企業に日本社会を食い潰させることになり、女性の活躍推進どころか男女問わず子育てや介護をしながら働くという道をさらに困難にしてしまう。私たちは労働者派遣法の改悪、労働時間法制の改悪を阻止し、労働時間の上限規制と勤務間インターバル規制を実現して、日本の職場に蔓延する長時間労働をなくし、過労死のない社会を実現し、家庭や地域での生活時間を取り戻して、ライフとワークのバランスの取れた生活を実現するため、本日この日比谷野音に集まった皆さん、全国で連帯して集まっている皆さんと共に力を合わせて戦い抜くことを宣言する。2015年5月14日 5.14 アクション参加者一同、お願いします。ここでちょっとコールしてもいいですか。私が、生活時間を取り戻そうというので、そしたら皆さん取り戻そうって返してください。その後安定雇用を取り戻そうっていうので、取り戻そうって返してください。 OK ですね。じゃあ行かせていただきます。生活時間を取り戻そう、取り戻そう、とりあえずこの法案を通してしまおうという発言を、録音をちょっと準備しておりますので、この場でまず流したいと思います。ぜひこの怒りの声をですね、あの厚生労働省にぶつける思いで、お聞きいただきたいと思います。それから、先ほどご紹介をした、ブラック企業対策プロジェクトの、ビデオですね、これをちょっと右袖の方のスクリーンで流し、その後に続いて流したいと思うので、ぜひご覧いただきたいと思います。それで今日お配りしたパンフの後ろにですね、署名のご案内も、印刷をしております。ぜひネットにアクセスをしていただいて、署名の方を増やしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは録音の方準備できましたか。はい、よろしくお願いします。今度プロフェッショナル制度は、1000万円以上もらった人って実は働いている人の 4% ぐらいしかいないんですね。そのうちの 1.5% は逆にですから、残り 2.5% で、それも希望者だけってことになれば、ものすごく少ないところでスタートするんですけど、まあ我々としては小さくて大きく育てるという発想を変えて、時間構成はかからない、労働時間構成はかからないけども、健康時間ということで別の論理で、健康はちゃんと守って、
なんかちょっと拳を突き上げませんか、みんな一緒に立ち上がりましょう。それでは、あそこに見える厚労省に向かって、拳を用意してください。労働基準法改悪許さないぞ、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 廃案にするまで戦うぞ、戦うぞ、一番分かっていると思いますが、ブラック企業はもともと残業代を支払いません。
今度の法案の対象は一部の高給取りだけさ。ほとんどの人は無関係なんだ。最初はそういったので対象を広げるだろう。ご覧いただいているビデオなんですけれども、これナレーションしているの全員一人の弁護士がやっております。カラオケボックスかなんかにこもって、話をするんですけど、我々もですね、やれることをどんなことがあるかと一生懸命考えて準備しています。ぜひこのビデオをですね、広めていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。それで、ですね、今ちょっと警察の方と協議をしているんですけれども、定番組なんですが、7時半にならないとちょっと組み始めができないということなので、大変申し訳ないんですが、ビデオを見終わるまでまずご着席をお願いいたします。でその上で、最初に労働弁護団弁護士の市民、それから学生の皆さんのグループから、第一形態を組んでいきますので、申し訳ありませんが、もしばらく、着席のままお待ちいただくようによろしくお願いいたします。したがって対象を拡大するのは法律を改正するよりも容易です。省令によってじわじわと対象が拡大できません。法案の対象は法律だったんでしょう。残業代がなくなれば成果主義になって自分の成果が正当に評価されるようになる。これもよく言われることですが、成果主義の実現は現行法でも可能であり、労働時間、休憩、休日、および深夜の割り増し時間、全部待ちの時間も限界があると思う。第一定段からスタートしたいと思います。まず弁護士、市民団体、学生の皆さん、ご起立ください。それで舞台に向かって左の袖から定段を組んでいきますので、よろしくお願いします。横5人で1列です。横5人で隊列を組んでください。国会に提出した労働基準法改正案は、一つはどれだけ働いても残業代が払われない働かせ放題の新しい労働時間制度、そして多くの営業職や名ばかり管理職を残業代ゼロやわずかな定額残業代で働かせ放題にする、企画業務型大量労働制と言われるものを拡大しようとしています。派遣法でも企業がいつでも首を切れて安く使える危険労働者をいつまでも使い続けることができるようにして、派遣労働者の権利をないがしろにしようとしています。過労使用なくせ、派遣
ブラック企業を野放しするな。集会参加の皆さん、お疲れ様です。各政党の責任者の国民党になります。皆さんは国会請願へ。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございます。それでは前を向いて。法改正反対に向けて、何もない皆様が踏ん張られて、皆様ともに頑張りましょう。
ました。議員の皆さん、頑張ってください。よろしくお願いします。じゃあ、代表団、取ってください。お疲れ様です。どうすればいいの？ブラック企業の話法案を許さないぞ。ブラック企業の話法案を許さないぞ。過労死過労鬱はなくせ。過労死過労鬱はなくせ。生活時間を取り戻そう。生活時間を取り戻そう。派遣労働者の権利を守れ。までございます。天下の悪法、本当に働く人たちを食い物にして企業が利益を上げる、こんなやり方が絶対に許されません。私たちはこの労働者派遣法の改悪を絶対に阻止する。必要なだけ、必要な時に必要なだけ働かせて、いらなくなったら捨てる、これが派遣のやり方であります。こんな働き方は絶対に認めてはなりません。それを一生働け、こういう改悪をしようとしているのが今回の改悪でございます。私たちはこの制度は絶対に許されない。過労死をさらに広げるようなこんな改悪は許されない。そんな意味合いでこのホワイトカラーエグゼンプションともとも改悪阻止に向けて全力で戦っていくことを誓い申し上げたいと思います。頑張りましょう。ありがとうございました。それでは私たちの思いをシュプリヒコールを持ってお伝えしましょう。シュプリヒコール用意。残業代ゼロ法案反対。残業代ゼロ法案反対。過労死過労鬱をなくせ。過労死過労鬱をなくせ。労働時間の上限規制を作れ。労働時間の上限規制を作れ。正社員ゼロ法案反対。正社員ゼロ法案反対。均等待遇を実現しろ。均等待遇を実現しろ。我々は
願いします。ゆっくり参議院の方までお聞きください。お疲れ様です。練馬郵便の皆さんお疲れ様です。伝統局の皆さんお疲れ様です。産業大ゼロ法案反対。産業大ゼロ法案反対。過労死過労死をなくせ。過労死過労死を